この時間はボートレース大村の展望番組をお届けしてまいります。今シリーズもお付き合いいただきますのはスポーツウォッチの長谷明憲記者です。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。4日間開催で行われますボートレースチケットショップ長洲開設12周年記念長洲金魚杯、本日シリーズ初日を迎えました。さあ前節のミッドナイトから中1日での開催でございます。はい、そのミッドナイト、地元の赤坂俊介選手見事に優勝、進入で乱れがあったレースですけど、はい、しっかりと押し切って、うん、今年6回目の優勝を飾りましたね、はい、レース後本人もね、はい、これでクラシックも大丈夫でしょうと、うん、まあ、近づきましたよね。そうですね、出場権を手元にググッとググッとですね、はい、引き寄せた形となりました、うん、さあ今シリーズはね通常のナイター開催となっておりまして、はい、4日間の短期決戦、予選は2日目の第11レースまでとなっております。予選も2日しかありませんから、選手ももう気合い初日から入ってるでしょうね。だってもう取りこぼせませんよ、はい、前回の4日のレースもそうですけどね、うん、着順一つで順位がガラ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 変わりますから、はい、だから本当に高枠の選手にとってはもう本当に今日は勝負かけ、はい、外枠選手もなんとかうまくね、うん、上位着順が欲しいというようなところでしょうね、はい、初日から熱戦に期待できそうでございます、はい。さあこんなシリーズでございますが、どんなメンバーが揃ったんでしょうか。まずはこちらのフリップをご覧いただきましょう。出場選手一覧ご覧いただいております。今シリーズは A1 5人を含む43選手が参戦しております。ちょっと A1 少なめでございます、ね、少ないですね。あらららら6人揃わなかったんだ、5人だ、うん、でも A2 選手もいます、はい、いやでもね、うん、メンバー的にはちょっと実力接戦なのかな、上位陣がね、はい、4日間短期決戦考えると本当に混戦模様なのかな、はい、でもやっぱりこの中で期待したいのは、うん、地元村上亮選手ですよ、ね、はい、A1 レーサー、うん、やはり彼にはちょっと混戦は頑張っていただきたいですよね。ですね、まあ、村上選手といえば、まあ、前回大村の時はルーキーシリーズで優勝、そうだからルーキーについての連覇がかかるんですよね、はい、でね、はい、この前ルーキーを村上選手が走ってる前っていうのは、はい、赤坂選手が優勝してるんですよね、はいはいはい、赤坂村上という順番に優勝した、はい、前節赤坂選手今回も続くのか村上亮がと私は個人的には思っております、はい、赤坂村上ライン再現なるかというところですね。村上選手はね今年5回目の優勝かかるシーズンですからね、うん、でもここベテラン、はい、丸尾選手、中溝選手、いやいやいや、やっぱり強いですよ、ね、あとまあね、うん、岡田選手がいたりね、はい、真田選手も大村来るの久しぶりですよね。そうですね。でもあとはでもちょっと誰が優勝するか激戦ですね本当に。なるほど、激戦必至の今シリーズでございます、はい、ということで出場選手一覧をご覧いただきました。さあ続いてはピックアップレーサーのコーナーです。長谷さんにはシリーズを通して注目したい選手を2人挙げていただきました。続いてのフリップをご覧いただきましょう。ピックアップレーサー、中溝選手、岡田選手挙げていただいてるんですが、はい、まずは長谷さん、はい、今シリーズで使用されるモーター、はい、全体的な相場っていかがなんでしょう。相場はね、うん、量機はまあちょっとは出てるけど、はい、まあ、数少なめ、中堅、低長期といったモーターの多い相場ですね。だからやっぱりまず言うと29とか57が出てないっていうのはまずそういうことでしょう、うん、はい、ただ数少ない量機を引いたのは誰かというところですよね。まず一人目長溝選手、この75級は量機シリーズに入ってもピカピカと光るコース蒸気と思います、うん、42.2%、はい、これ A1 選手って稲田浩二選手、田所美濃選手しか乗ってないんですよ、はい、うん、なのに2連打率が 42% あるんです。いや立派な数字です。でこれ温水パイプ装着もね、はい、ルーキーで加藤翔馬選手が準優勝した、はい、大和選手とか前節は松下哲也選手、うん、その B 級選手も予選を突破してるようなモーターなんです、はい、だから僕これいいと思ってるんで、はい、昨日長溝選手にまずこれいいですかって言ったら、それがね、はい、前走者の松下哲也選手が、はい、まあ、チルと跳ねて伸び方にプロペラ叩いてるんですよ、はい、自分好みじゃないってなるほど、なんかもう、うん、昨日は大変だったって、はあ、もうプロペラプロペラって言ってもうね、はい、特訓を終えた後もプロペラすぐ外してね、うん、ペラ調整してましたね。だからそこで中溝選手自分好みの足に仕上げられるかどうか、うん、ただね
特に試運転した選手に言うと、はい、中溝さんが伸びてましたよという声もあったんでね、うん、あとは本人の乗り心地とか含めたそのあたりと思います。なるほど。モーターこれ70はピカイチと思いますよ。ただね、本当お話聞くとちょっと初日は忙しくなりそうな感じがします、ね、思います。なんかもうバタ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 もうずっとプロペラでも中溝さんプロペラうまいですからね。はい、だからどこまでね、うん、自分の納得の域に持ってくるかでしょうね。はい、さあそしてもう一人が岡田選手。これって 22.3% しかないんですよ。そうですね。ただミッドナイトでは高倉浩太選手、はい、こうチルと跳ねて伸びてましたね、はい、最終日も6号艇で 1.5 に跳ねて攻めていってた、うん、はい、でそれを岡田選手昨日ね、はい、1.5 で乗ってみたらしいんですよ、うん、ただ伸びる。おあのこの岡田選手のいる班の選手がみんな揃えて、はいはい、岡田選手が伸びる、岡田選手が伸びる、岡田選手だけが伸びるすごかったって、足合わせ選手のある選手はちぎられたって、はい、それくらい伸びがすごかった。うん、岡田選手今日はね、はい、外枠なんですよね。だからまあ初日はちょっとこれをベースに行ってみようかな、か伸び仕様で行ってみようかなと言われてました、うん、だからこそちょっと今日も含めてちょっと注目したいなと思いますね。そうですね、レース直前のね情報チルトを含めまずやっぱチルトを何度にしてるかですよね、まあ、ホームランマックス 1.5 だからね、うん、これがまあ0とか 0.5 とか、まあ、医療選択肢あるので、はい、伸び方にしていればちょっと楽しみな足だと思いますよ。そうですね、この選手も伸びてたでしょ。あれ、はい、両機シリーズで伸びてたんで、はい、ここまでだと両機が少ないモーター構成なんで、うん、はい、ちょっと楽しみですよね。ですね、はい、ちょっとざわざわする感じでございますけれども、長溝和樹選手は初日の本日は第8レースと第12レース、そして岡田紀之選手は第5レースと第12レースに登場予定です。ぜひ初日からご注目ください。さあ続いては展開予想のコーナーです。長谷さんにはもちろん初日のメイン競争第12レース龍神選抜を予想していただきました。続いてのフリップをご覧いただきましょう。さあ私読んじゃっていいですか。お願いします。今年5回目の優勝を狙う村上選手には超大事な一戦、4日間の短期決戦、予選は2日しかありません。はい、とにかく1号艇の時はしっかり勝たないといけないです。はい、特にやっぱりこうね、天満市レースの1号艇ですから、うん、今年5回目の優勝を狙う場合は優勝で1号艇が一番いいじゃないですか。はい、そのためにも今日は、うん、特にこの1号艇は超大事ですよ。はい、ただここですよね、うん、先ほどピックアップレーサー出した長溝選手、うん、岡田選手がいるだけに強敵多いですよね。はい、まず進入ですよね。ですね、岡田選手がチルトをどうしてるかなんですよ。うん、1.5 だとピット離れ不安がありますよね。はい、これがまあどのぐらいしてるのかな、うん、でもまあ考えてくると思うんで、まあ、ピット離れもちょっとね考えずにみんな同じに出ると思えば枠なり3対3なのかなと思って想定しました。はい、さあ村上選手、うん、フライング持ってるんですよね。2節前に切っちゃってあらららら、ね、ちょっときついな。でも昨日の動きっていうのは、はい、悪くはないと思いますよ。ほうほうほう、ただいいって感じじゃないけど悪くはない、うん、じゃあもうここは気合の陰線スタートにとにかく集中ですよ。ですね、先ほど言った岡田選手角にいる、はい、怖いですよね。怖いですね。だから村上選手長溝選手ともにしっかりとスタートを行きたい、うん、はい、2人がスタート行けば村上が逃げての長溝選手追走、はい、ただ岡田選手が伸びそう、うん、もう一個言うと真田選手が、はい、フライング休み明けというのもございますが、はい、大村がね7年4ヶ月ぶり、わお、ご無沙汰。だから久しぶりだし、ナイター発症しないと初めてなんですよ。はい、本人もスタートがどういう感じなのかな、うん、不安をちょっととは言ってましたね。はい、だから岡田選手がドカーンといけば丸尾選手がいい位置にいるのかな、はい、これ59号機 46% ありますからね、はい、キレキは全然悪くはないです、はい、木村選手もね、うん、大村よく走ってね、はい、エンジン出すし、うん、彼昨日は出足回り足の方がいいかなって言ってました、はいはいはい、だから怖いんですけどやっぱり印はね、うん、この4つしかないのでね、はい、
4が逆5ということで5を入れましょう。だから1からは4番、2番、5番の2、3着、うん、1押さえで岡田選手がボーンっていった時の4、1もちょっと押さえておきましょうか、はい、4、1から2、5というのはですね、はい、本戦の回目は計8点となっております、はい、そしてね、外の連動の目も狙い目ずっと言ってます。岡田選手が伸びが評判だった、うん、村上選手は普通くらい、並野選手はモーターはいいけど、ね、プロペラがちょっと合ってないので不安がある、はい、真田選手は大村久しぶりフライング、あ、休み明け、はい、4がドカーンと伸びていってくれたら、はい、外がついてくるぞ。4546前というフォーカスでちょっと狙ってみましょうかね。なるほど。岡田選手ただね、はい、チルと跳ねてると伸び方なんで、うん、出足が微妙なんでね、はい、外に刺される心配はあるんだけど、うん、でもここはもうスカッとまくっていくということを考えての4546流しです、はい、なるほど、まあ、組み合わせ次第ではねこちら後輩とも期待できそうでございます。だから軌道の話聞いてるとね、本当に、うん、あ、岡田選手が4型取ったらなんか出ていく、はい、出ていくなと思ったんですよね。岡田選手に関しては前半レースもそうですがね、後半レースこの免許走の直前の数字もいろいろ確認したいですね。タイムがどれだけ出てるかですよね高倉選手もタイム出てましたからね。ちょっと展示タイムの方注目しましょう、はい、そしてね、超大事な一戦という見出しなんですけども、はい、まあ、今シリーズ優勝するためにもちろん超大事な一戦でございます、ちょっと冒頭でね赤坂選手の、まあ、クラシックのお話をしたんですが、はいはい、5回目の優勝手にした場合こうそのクラシックの主導権のこう村上選手の勝率考えると5だと厳しいと思います、うん、だから村上選手今年の圧戦というのは、はい、これが終わってもう一個一般戦入ってるんですよ、はい、で大村正月レースが優勝戦あれ1月1日なんで、ね、うん、なるほど、だからとりあえずここを勝たないとクラシックはもう見えません。だからここはもう大事な大事な超大事なシリーズです。可能性がある限りは本当に、ね、そうですね、はい、本人も言ってましたよ、5回を意識してますって。おう、はい、分かりました。さあ第12レース龍神選抜回目狙い目はご覧の通りとなりました。ぜひ皆様ご参考にお楽しみください。さあ今シリーズは4日間の短期決戦でございます。ぜひ皆様には初日の本日も最終レースまでお楽しみいただければと思います。初日本日展望番組お付き合いいただきましたのはスポーツウォッチの長谷明憲記者でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。